皆さんこんばんは、でんのこ天使チャンネルのでんのこです。今回もジャンププラスにて連載されているスパイファミリーについての内容をお話ししていこうと思います。アニメ放送が第10話ミッション10ドッジボール大作戦まで放送されました。アニメ制作陣の本気が見えた、そんな神回だったと思います。オマージュだけでなく番外編エピソードや追加エピソードが多数追加され、原作ファンも楽しめる、笑える、そんなストーリーでした。そんな中、追加エピソードとして冒頭部分、ヘンダーソン先生がモーニングルーティーンの間、ダミアンと取り巻きの誘引、エミールが寮のフリースペースで会話するシーンです。このシーン、ダミアンが写真を眺める場面ですが、これが今後のアニメもしくはスパイファミリーの根幹に関わる描写ではないかと言われています。今回はそんな第10話に挿入されたダミアンのカットについて掘り下げていこうと思います。ぜひ感想やご意見あればコメントしていただけると嬉しいです。いつもたくさんのコメントありがとうございます。でんのこ天使チャンネルではアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。スパイファミリーやジャンププラス関係、ジャンルにとらわれず深掘りしていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると、でんのこも頑張れますのでよろしくお願いします。では早速本題に入っていきましょう。まず第10話の追加シーンであるダミアンの場面。起床のアラームで一斉にカーテンを開け、寮のフリースペースのような場所に集まります。掲示板に貼られているイーデン校入学式の写真、両親と共に写る同級生たちの中、ダミアンは一人で写っています。明らかに周りに比べて距離もあるため、寂しさを視聴者も感じたと思います。その後、ユーインとエミールがアルバムを持ってきて、ダミアンの兄デミトリアスの入学式の写真を見せます。インペリアルスカラーである兄、 MVP を獲得していたなど功績を2人が語っています。ユーインとエミールは悪気はありませんが、ダミアンも優秀な兄、自分の入学式にも誰も両親が来なかったこともあり、複雑な思いをするダミアン。この後ドッジボールの話になります。もちろんこの場面は原作では登場しませんが、入学式の時の写真は原作でもあります。アーニャがダミアンを殴った回ですね。この写真は原作では顔が見えず、フォージャー家の落胆する表情がアップで映し出されています。その他、名前のないクラスメイト、ベッキー、ユーイン、エミールもシルエットでわかる感じです。ダミアンはね、そもそもいないんですよね。アーニャに殴られたため治療中なのかは分かりませんが、この写真には存在していません。そしてアニメでは第6話仲良し大作戦で同じエピソードが語られます。大まかなストーリーは変わらず、終わりに問題の写真が登場します。この時初めてダミアンの姿が映っています。今回掲示板に貼られているものですね。明らかにダミアンが一人ポツンとねなっていますよね。ではなぜこのシーンをアニメで描いたのか掘り下げていこうと思います。アニメだと細かい描写がわかる。まずアニメだからという観点ですね。こちらすでに原作を読んでいる、ストーリーを大まかに理解している人が多い中で、もしあの写真にダミアンが写ってなかったらダミアンがいないって確実になりますよね。要するに内容として細かい部分を修正しているのだと思います。そしてあの時点で原作をその時読んで先がわからない人からすると、ダミアンの葛藤や兄や両親に対する思いは把握できていないから、いなくても気にならなかったということが思います。深い意味はないという考えですね。続いてダミアンのエピソードを増やすという話です。ダミアンのエピソードを増やすための演出ではないかという考えです。昨今 SNS などで多くの人のレスポンス、反応を知ることが誰でもできるようになりました。原作者である遠藤達也先生もジャンププラスなどのコメントを見ながら調整していたりするとインタビュー記事で発言していました。なので今回アニメ化にあたって、もともと人気だったダミアンにさらに火がついたため、もっとフォーカスするのが面白いのではないかという制作陣の策略があるのではないかと思いました。原作の流れもアニメ化や流れを考えて進んでいくため、ダミアンはキーとなると思います。ダミアンとアーニャが主役級に、最後にダミアンがアーニャ並みの主役級になるのではないかというお話です。先ほどのダミアンエピソードを増やすにもつながる部分はありますが、本作スパイファミリーにおいてロイド、黄昏のミッションであるオペレーションストリクスの任務においては、
ダミアンおよびデズモンド家はターゲットとなっています。その上で父親に振り向いてもらいたい、兄デミトリアスに負けたくないダミアンはおそらくデズモンド家この2人とはね外れた行動をすると過去の動画でも考察しています。ダミアンの人気度と男気あふれる姿や発言は到底悪の存在となるのはふさわしくないと思うからです。そもそもこの考えに関してはデズモンド自体も悪いやつではないという可能性はあるんですが、どちらにせよデミトリアスもかなり怪しいので、こちらね過去にデミトリアスの考察をしているのでそちら見ていただけるとわかるんですが、ダミアンはねやはりこの辺を考えたとしても結構クリーンな存在というか、特にこの次の第11話でね流されるところで言うとめちゃくちゃねダミアンかっこいいこと言うんでね楽しみいただきたいなと思います。まあそれはちょっと別の話として、なのでダミアンがどういった目的父親や兄に歯向かうのかというエピソードをホージャー家を中心に描かれるのではないかと思います。そういった部分でより父ドノバンから振り向いてもらえない、兄デミトリアスの存在、入学式に参加してもらえない、様々な観点から強調することで今後のダミアンの活躍を示唆しているのがこの写真の寂しいダミアンだと考察します。はい、今回はねダミアンの入学式の写真について掘り下げていきました。やっぱりねアニメ化するにあたってこういう細かい描写って変化すると思うんですけれども、もちろん昔の作品であるとちょっと良くしたっていうだけの話だと思います。ただやっぱ今回は作者の遠藤先生加えてコメント、ジャンププラスのコメントだったりとか、ツイッターだったりとか、いろんなところでいろんな情報が取れるんですよね。で、その反応を見ながら、ダミアンがすごい人気だなってなれば、それを押していくことによって、さらに話のね、展開というか、広がりを見せると思うんですよね。もちろんね、前回の動画、ドッジボール界自体がこれをね、今後のストーリー示唆しているんじゃないかなってお話をしたんですけれども、そういう細かい部分、もしくはこのストーリー、このね、作品って意外とパロディに見えて、実は後々ね、結構暗いストーリーになるっていう可能性も十分あり得るので、こういうダミアンに注目して、ダミアンの描写にね、今後アニメ放送でも注目していくと、もしかすると何か繋がる部分が出てくるかなと思います。ぜひ皆さんのご気づきの点、もしくはご意見、考察お待ちしております。今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さようなら。